潮田渚。やあ、今日からカラスマを補佐してここで働くことになった高岡明だ。なんだ？ケーキ！ラヘルメスのエクレアまで。カラスマの負担を減らすために。ケーキ。おお、あんたがこの先生か。食え食え。できないじゃない、やるんだよ。神崎さん、殺す相手は俺なんだ。使う刃物も。渚くん、できるか？なんで渚は？その時は俺が高岡に頼んで報酬を維持してもらえるよう努力する。やります。カラスマ、お前の目も曇ったな。さあ来い。公開処刑だ。そこに君の勝機がある。だから僕は笑って普通に歩いて近づいた。ここで初めて高岡先生は気づいた。自分が殺されかけていることに。正面からだと防がれるので、背後に回って確実に。戦闘の才能でも暴力の才能でもない、暗殺の才能。あれ、峰落ちじゃダメなんでしたっけ？そこまで。このガキ。ヌンヌン。でもごめんなさい、出て行ってください。理事長。新任教師の手腕に興味がありまして。俺は解雇通知です。彼自身は気づいていないが、その才能がある。ご覧あれ、先生特製の E 組専用プールです。渚、あんた男なのね。今さら？まあ仕方ない。水かけて。何今の悲鳴。泳げないんだ。これは今までで一番使える弱点かも。来い、糸な。この先は険しい岩場が。落下すれば死んでしまう。彼で最後。糸なく。さあ兄さん、どっちが強いか改めて決めよう。ドラッキー。寺坂君は高いところから計画を練るのに向いていない。僕もカルマ君もみんなもそのことが内心では嬉しくて、クラス全員がその時は見落としてたんだ。コロ先生、期末もまた全員50位以内を目標にするの？いいえ。なんか切ない話になってきた。この先生はやる気にさせるのが本当にうまい。教科1位で触手1本か。頑張りましょう。珍しく気合い入ってんじゃん、奥田さん。温度を取るメンバーは護衛傑と呼ばれる、うちが誇る天才たちだ。そのナレーションお前がやってんの？一回やってみたかったんだ。奴ら、お前らを本校舎へ復帰させないつもりだ。このままじゃ。ありがとう、しんど。おや、E組の皆さんじゃないですか。もったいない、君たちにこの図書室は。忘れたのか、この学校じゃ成績の悪い E 組は A 組に逆らえないこと。ご覧、どんな吐き溜めにも鶴がいる。惜しいな。なるほど、一概に学力なしとは言えないな。一教科だけなら俺たちなら命かけても構わないぜ。この騒ぎはたちまち全校生徒の知るところとなった。どうよ渚、ちゃんと仕上がってる？まあ山が当たれば。さっき私が一番乗り。僕らは暗殺者、戦いの鐘が今日は鳴る。
はい、はい、中間よりずっと。お堅いね、力抜こうぜ優等生。おそらくは原文に準じた雑で簡潔な口語体で答えなければ減点になる。いった、証拠が剥がせない。それでね、わかる。天の神山テストは2日間、暗殺、ギャンブル、全ての結果は丸の数で決まる。中村リオ、どうや。なに、渚くんも検討ですが、肝心なところでスペルミスを犯す癖が治ってませんね。学年1位は A 組浅野学習。神崎さんも大躍進です。おめでとう、浅田君を抑えて学年1位。さて皆さん、素晴らしい成績でした。ご教科で皆さんが取れたトップは3つです。あとかだろ、たったてか。誰もどの教科とは言ってねえよな。おい見ろよ、うじゃうじゃいるぜ。夏休みも始まり、学校から解き放たれてフリーダム。金さ、水着で泳ぐ綺麗なチャンネルを落とすためには財力が不可欠。こんな雑魚じゃダメだろうけど。倉橋、大クワガタが古いとかどういうことだ。ね、お、うん、そこそこ引っかかったね。へえ、これお前が仕掛けておいたのか。俺のトラップで狙うのは当然100億だと。かかってるかかってる、俺の仕掛けたエロ本トラップに俺たちのエロの力で覚めない夢を見せてやろうぜ。パーティーが致命的にゲスくなった。エロは世界を救えるって。なんかかっこいい。みよーん、なんだ。ミヤマクワガタ、はっ、はっ、一度は見てみたいってコロ先生に話したらさ、ズーム目で探してくれるって言ってたんだ。南の島の暗殺旅行まであと1週間。ロブロさん、ん、この少年なんだ。君には必殺技を授けてやろう。必殺。いやー、そんだそんだ、おかげで真っ黒に焼けました。黒すぎだろ。仕込みも万全、今度こそコロ先生にこの刃を届かせるんだ。楽しい暗殺、まずは映画鑑賞から始めようぜ。これだけ直に触っている状態からでもこの先生は僕の攻撃など余裕でかわす。開始開始。5秒経過。壊れた。やった。35秒経過。